すべては民のため。そうだな、フィドニック。はい、ライロス殿下。わかった。私も戦おう。この国を取り戻すために。大陸中を巻き込んだ戦乱はクレバニールたちの活躍によりマーキュレー連合側の勝利に終わった。そして戦勝国主導のもと、バルカニア、ディルクハイム、イグレジアスも組み入れた五州での連合制という新たな政治体系が生まれた。だが新しい秩序は古い社会の恩恵を受けていた人々の非難を受け、戦乱のない平和の陰に争いの火種をくすぶらせていた。時に連邦歴3年、各国の議員が集う平和維持議会の開催は2日後に迫っている。私はどうすれば。ミュウちゃん、アルフォンス、私はどうすれば。ライロス殿下、今何と。革命を起こすのだ、シルバネール卿。連邦という圧政を廃し、この国を取り戻す。戦勝国どもの決定でバルカニアの食料は他国に無償で分け与えられる。結果我が国は食料難となり民が苦しんでいる。だが戦勝国には自国が苦しむほどの負担はない。これは横暴だ。私はあなたを信頼している。亡き父を最後まで守り国を守ろうとしたあなたを。身に余る光栄です。しかしその忠誠を私にも与えてくれ。父の無念を晴らしバルカニアに光を取り戻すために。王の無念、少々時間をください。決行の日は近い。良い返事を期待している。シルバネール様。どうした。イグレジャスのメイフィールド議員がお見えです。お通ししてくれ。はっ。いやあ、イライザ。平和議会は2日後だというのに、随分と早い到着だな。バレリーがご英訳か。各国にいろいろときな臭い匂いがするからな。ディアーナさん、実はそのことで話があってきたの。革命を起こすのだ、シルバネール卿。これを読んでみて。先日イグレジアスで元貴族による反乱計画が発覚したの。幸い計画は未然に防げたんだけど、計画に関与していた男の家からそれが見つかって。一斉放棄だと。ああ、イグレジアスだけじゃない。大陸中で連邦に不満を持つ奴らが一斉に反乱を起こす。手紙を持っていた男は反乱の首謀者と連絡を取っていた。その首謀者が我が州の人間、
手紙の差出人がバルカニア州の反乱の指揮を取ると書いてあるわ。でも首謀者を捕らえないと計画の内容はわからない。わかった、早速こちらでも調査を開始するとしよう。シルバネール様、レブラントで元貴族と連邦議員の衝突がありました。現在状況は沈静化しておりますが、いつ激化するとも限りません。警備を増員していただきたいとの要請を受けております。わかった、すぐに行く。はっ。すまない、聞いての通りだ。ええ、また今度ゆっくり話しましょう。それじゃ。議員の仕事をしながら軍の責任者まで、大したもんだ。バルカニアを守りきれなかった責任、それを償おうとしているのかもね。まさか殿下の計画とは。この計画はどれほどのものなのだ。元貴族たちに会って確かめるしかないか。バルカニアの王とキルグリッド、賑やかですね。確かに賑やかだが、本音はどうか。例の食料問題ですね。バルカニアでは食料の値段が上がっているって。この賑やかさの陰で苦しんでいる人たちがいるんでしょうか。そうだな。何を暗い顔しているんだ、ビアーナさん。ようこそ英雄食。ところで今日はどうしたんだ。その今度フレーネの個展を開くんで、その下見さ。なるほど、まあゆっくりしていってくれ。では、ディアーナさんはどちらへ。ちょっと元貴族たちの機嫌を伺いにな。ディアーナさん。なんだ。今のバルカニアにあなたは満足しているか。私の使命はバルカニアに尽くすこと、それだけだ。今日の反応を見ると、連邦に明らかな不満を示しているのは元貴族の半数。議員の中にさえ不満を持つ者もいる。ここにライロス殿下が加われば。おそらく現状に耐えている者たちまで殿下に付き従う。そうなれば小競り合い程度では済まなくなる。あなたは満足しているか。私は。入れ。こんばんは。オーディネルを代表してご挨拶に伺いました。クリス。殿下もご一緒でしたか。議員というのは大変な仕事なのだな。ふらっと遊びに出ることもままならず、気ままだった日々が懐かしいですよ。だが大変な仕事さえ私には羨ましく思える。王族で亡くなり、するべきことのない私には。殿下、人にはそれぞれなすべき道があります。今はそれをお探しになるには良い時間でしょう。あなたにはそれが見えているのか。はい、アルフォンスがその扉を開いてくれましたから。
なんだ。クリストファー様、オーディネルの議員の方々がお待ちになっております。すぐに向かうと伝えてくれ。はっ。もう行くのか。自分たちの利権ばかり考える議員がいてね、議会前に彼らと協議する必要があるんだ。議会後にまた伺うよ。あ、ライロス殿下もお元気で。失礼します。なすべき道か。あなたの道は決まったか、シルバネール卿。殿下、私は今度の計画は民のために行うこと、市民を巻き込むことはしない。民を巻き込まない。計画の目的は各州の議員を人質に取ることにある。成功すれば各州も迂闊に手出しができなくなり、町が戦場になることはないはずだ。議員を盾に。計画の一部を話したのもあなたを信頼しているからだ。どうか力を貸してくれ。私は決心がつかぬか。だがこれ以上待つわけにもいかぬ。共に戦えぬならせめて邪魔だけはしないでくれ。さらばだ。あなた方は何を望む？私は一体何をすればいい？なんか言ってみろよ。だらしねえな。どんまりかよ。もっと蹴られたいんだろ。そこで何をしている？やばい、逃げろ。命拾いさ。弱虫。大丈夫か？お前、名前は？ミケル。私はディアーナ。ディアーナ・シルバネールだ。あ、シルバネール様、ロイヤルガードの？送っていこう、ミケル。家はどこかな？ああ、そこの先の。戦災孤児を引き取っているところか？すまない、言いたくないことだったな。ううん、気にしてないよ。大好きなシルバネール様に聞かれたんだもん。大好き？私を？うん、だってシルバネール様ってすっごく強いのに、戦争しないでみんなを守ってるんでしょ。強い人ってすぐ誰かをいじめたり戦争したがったりするのに、シルバネール様はしないもんね。僕、戦争は嫌いだ。パパもママも戦争で死んじゃったし。だから僕、シルバネール様みたいになりたいんだ。戦争が起こらないようにみんなを守るお手伝いがしたいんだよ。そうか、そうだな。ありがとう、ミケル。約束するよ、絶対に戦争は起こさせない。お前たちが安心して暮らせる世界を作ってみせる。うん、ディアーナさん。お前たち、重要な話がある。
それではお前たちは。僕らは姉さんの依頼でバルカニアの反乱の噂を調べに来たんです。すみません、リアーナさんが加担していないと分かるまで言い出せなくて。謝ることはない。実際私も反乱に誘われたのだ。え、だがあの子の言葉で気づいたのだ。我が王が守りたかったものは民の平和だったのだと。民の平和。あんな子供でも戦争の愚かさを知っているのに、私は随分遠回りをしてしまった。議員を人質として各州を脅せれば市民に被害は出ないかもしれないが、連邦支持派と否定派との内戦は避けられなくなる。民の命は戦争に奪われていく。やはりこの計画は止めねばならん。ただ俺たちはこの事実をマーキュレーに伝える義務がある。そうなれば反乱と同時に連合軍が動く。こんな状況で介入されればバルカニアの立場は悪くなる一方です。気遣い感謝する。そうさせぬためにもこの計画は阻止してみせる。僕たちも協力します。しかしお前たちはマーキュレイへ報告に？報告なら私一人で十分です。すまない。反乱の決行は明日、議会開催直後を狙って行われるようだ。グズグズしてはおれんな。奴らのことを起こす前に何としても阻止しよう。よし、はい。反乱の計画はこうだ。軍に警戒されぬよう兵士は町の人間に紛れ議会場近くで待機し、首謀者たちの指示で一気に会場へなだれ込む。首謀者たちはある議員が所有する山中の別荘にいます。議会の開始とともに町へ入り待機している兵を先導する手はずです。つまり貴族たちが町へ入る前に我々の手で捕まえろ、そういうことだな。軍隊が動けば奴らに警戒心を与える。最悪やけになった兵士や貴族が計画を強行する可能性もあるからな。誰か出てくるぞ。いよいよ祖国を取り戻す日が来た。革命の先駆けとして大陸各地の同志たちに一斉蜂起の狼煙を上げる。そうは参りません。殿下、バルカニアのためこの計画はお考え直しください。シルバネール卿、なぜ止めるのだ。この計画はすでにマーキュレイの知るところとなっております。このまま実行に移れば即座に連合国軍の総攻撃に遭うことは間違いない。なんだって、バカな。計画が外部に漏れていたとは。連合国軍に勝てるわけがない。再度計画を見直した。今ここに軍勢の姿がないのは奴らが到着していない証拠。ならば計画の遂行に何の支障もない。我らは軍勢が来るより早く計画を実行するのみ。邪魔する者は切りつける。命に代えても。ここは通しません。かかる。レムス、全員生かして捕らえるんだ。はい。
腕を上げられましたね、殿下。あなたに打ち負かされていた頃の私ではないぞ。いけない。私だけでも計画を遂行してやる。間一発か。バレリー、みんな無事？イライザ。間に合ってくれたか。歯は潰してやるが、骨の二三本は覚悟しな。恐れるな。我々は数の上で圧倒的に有利。フィドニックの言う通りだ。臆せず戦え。あんたがフィドニックか。なら。どうした、フィドニック。こいつは昨夜捕らえた族が持っていた契約書だ。貴族たちが議会場に入った後、町中に火を放つって仕事のな。雇い主の欄にはフィドニック・リラートとある。火を放つだと。町の至る所に仕掛けがしてあった。実行されていたら市民の被害はどれほどになったか。殿下、これは我々を陥れるための罠にすぎません。ならこれはどうかしら。これは昨日イグレジアスで捕らえた元貴族の持っていたものよ。一つはフィドニックにイグレジアスの市民権を与える偽造の許可書、もう一つはその貴族が所有する土地をフィドニックに譲り渡すというもの。その土地に立つ倉庫には軍事物資や食料が山のように保管されていたわね。どういうことだ、フィドニック。戦争が始まれば溜め込んだ物資の値段は高騰する。それを売って大儲けってわけだ。観念なさい。あなたがリーゼルに用意していた逃亡用の船も警備隊が接収したわ。民のため、国のためというお前の言葉を私は信じた。それを。これは何かの間違いです。私はバルカニアのために。汚れた口で祖国の名を呼ぶな。私はこの剣で民を救うのだ。剣を振るえば血が流れます。血を流す方法は必ず民を巻き込みます。民のためどうかお考え直しください。だがそれでは民を救えぬ。民を救うには剣を取る以外はない。剣を使わぬ戦い方があります。連邦議会での議論こそその方法です。連邦議会。民の犠牲を出さずに現状を改善するための場、それが連邦議会。私の新たな戦場です。私を信じて今しばらくご辛抱ください。必ずバルカニアの民に幸福な生活を与えてみせます。民のために。そうだな、シルバネール卿。はい。
様のもとに一つになって2年余り。我々は未だ多くの問題を抱えています。異なった文化と思想を持った国々が一つになることの難しさを我々は身をもって感じてきました。しかしこの連邦は国々から争いをなくし、平和的な解決法を話し合える場を与えてくれました。それは我々が手にした最大の幸福です。我々は二度と流血の歴史を繰り返しはしない。人々の悲しみを積み重ねはしない。その思いこそが平和的な世界を作っていくと信じます。私たちは共に歩める道を作りましょう。世界中の人々が平和で幸福に暮らせる世界を。譲れ